どうもはい、こんばんは。 AKB48 チーム系の武藤トムです。やっほー、どうもこんばんは。今日も一日お疲れ様です。皆さんお仕事終わった？こんばんは。あ、帰宅中。あ、お休みでしたっていう人がちょこちょこいるね。そうなんだ。今帰ってきた。お疲れ様です。はい、ということで今日は30分ぐらい、20分か30分ぐらいやります。そう、私も今日やんなきゃいけないことを終えて、ご飯の時間がもうすぐなので、それまで AKB 運動会ね。元 AKB 運動会、昨日のロンハーのやつみんな見た？めっちゃ面白かった。あ、見た。面白かった。本当にアーミンの顔がやばい。あとナッツンさんもいっぱい出てたし、そう、面白かった。そう、なんか、うん、みんな見てて、そう、あ、この人も前チーム一緒だったなとか、そんなことを思いな、あ、この人も仲良かったなみたいな思いながら見てました。そう、ということでね、ね、夏さん目立ってたね。そうなんですよ、面白かった。あ、岩ね。岩で働いてる人がいっぱい。この間私も岩行ったばっかりだったので、そう、おりんともぎもぎと3人で岩行ったの。そう、美味しかった。淡塩いいよね。そうって感じでね、今日はね、何をしようかと思ったかというとね、ちゃんとちゃんと目的があって今日はショールームやってるんです。はい、ということでね、見て、ちょっと待って、動かせない。じゃん、これね、え、なんだかわかりますか？これあれなんですよ、なんだっけ、あ、ちょっと待って、これ伸びないな、あ、伸びた、生誕のね、アルバムが、メッセージのアルバムが やっと届いたんですよ。その24歳になった半年前のやつがね、先日届きました。やっと、イエーイ、すごくない？これアルバムなんだよ、ケーキだよ、すごって思って。そうだからね、届いたよっていうのをみんなに見せようと思って、こんな感じです。そう、今日はこれ開くのよ、こうやって。もう壊れちゃいそうで怖い。そう、まだね、私もちゃんとね、チラッとしか見てないの。すごくない？これスポンジなんだって。そう、え、しかもね、ね、こんな厚かったっけって思って、そう、どうやら今までで一番メッセージカードを皆さんが書いてくださったらしいです。ありがとうございます。書いてくれた人いるかな。そう、これスポンジ生地に見立ててるらしい。あれだね、これ感謝祭のやつだ。書いた？あ、嬉しい。あ、結構書いてくれてる、ありがとう、嬉しい。そう、でも本当にね、めっちゃ多い、すごいよ。これね、センチメンタルトレインの青いメッセージカードと
感謝祭のショーファイトのやつと。そうそう、嬉しい本当に。そう、ありがとうございます。でも本当にね、さっきね、そうプワーッと見たんだけど、あのなんだっけな、海外の人からのね、あのあれがすんごい多くて、メッセージカードが今までよりね、特にそう、こっちのこの辺かな、この辺からね、すごい韓国の方とか、まあ、台湾とか香港、うん、とかね、なんかね、いっぱい本当にありがとうございます。そう、でもね、私びっくりしたのが、まあ、韓国とかはさ、プリューとか出てたからさ、そう、なんか、あ、こんなに、いやでもめっちゃ多いの本当に、なんか嬉しいなって思って。そう、でもね、あの、え、本当に多いね、びっくりした。今あのね、あれが多いんだよね。あ、すごい、一人でたくさん書いてくれてる方いる、ありがとうございます。あのね、台湾、あとね、なんだっけな、どこだっけな、あ、そう、この辺からね、いてて、重っ、腕が、なんかね、こんなに私なんかファンの人多国籍だったかなってくらい、なんかいろんな国からね、ベトナム、タイ、スイス、なんかね、見たことない国の人からね、あの来ててね、嬉しかったんです。インドネシア、あ、この辺だ、この辺、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、スペイン、ポルトガルとかね、びっくりしたの。行ったことないな、ヨーロッパ行ってみたいなって思うんだけど、すごいなって思って。ペルー、アメリカ、クウェート、ミャンマー、どこ、プエルトリコ、チリ、カナダ、イタリア、オランダ、スウェーデン、すっごいなって思って、ありがとうございます。本当にメキシコ、シンガポール、ブラジル、ブラジルの人ってやりたくなるね聞こえてますか。あ、そう、メンバーとかもね、後ろの方に。小島子はあの19位のあのあれに書いてある、あのジャケ写の、多分誰かが もらってきてくれたんでしょうねそう、卒業生の方とかいて、そう、ありがとうございます。ちょっと後でゆっくり読ませていただきますブラジルまだ届いた、ありがとうってそう、でも本当に、いや、もちろん日本の方も、あの本当にすんごいたくさん書いてくれててね。そう、しかもみんな一言じゃないのよ、結構なんかね、ちゃんとね、書いてくれてて嬉しいなって思って、ありがとうございます。本当に。ちょっとね、今これあれなんで、ちょっとゆっくり後で読ませていただきます。ありがとうございました。本当にみんなありがとうね。そう、毎回毎回凝ってて、ちょっとね、ちょっと怖いからしまってそっち側に置いときます。いやー。こういうケーキあるよね、写真の。でしょ。そんな感じで、それを見せたかったっていうやつでした。もうね、やりたいことは終わったの。ありがとう、本当に。迷いが割れちゃうね。ね、嬉しいですよ。たくさん。25歳のメッセージカードもあるのかな、いつ出るのかな、あるかわからないけど、あったら書いてください、ぜひ皆さんあ
そんな感じでございます。書くよって。ありがとう。25歳までね、あと少しって今誰か言ったでしょ。まだ半分くらいあるからね。え、今6月7、8、9、10、11。でもあともう半分もないんだ、5ヶ月だね。まあまあ、25になってもこんな感じですよ、きっと。筋肉痛ね、もう痛くて痛くてしょうがないよ、今。お、飛んできた。見たよ、今。お、もちもちださん、もちもちださん、くまありがとうございます、イエイ。そう、もうね、昨日こ、そう、昨日公演だったんですよ。1ヶ月ぶりくらいの公演で、結構久々でね、よし頑張ろうって思ってやったら、もうなんか首も痛いし、肩も痛いし、足も痛いし、なんかもうみたいな。いて、そう、もうね、バキバキですよ。まあ、頑張った証拠ということで。そうそう、久々だったから満身創痍。そう、まあでもゆっくりしてれば、もう今日2回連続とかだったら結構しんどいけどね、別にそういうわけじゃないんで、ゆっくりゆっくり動いてます。そう、お腹すいた、みんなご飯食べた？お、食べたよって、早っ、まだ、あ、半々くらいだね。あ、今食べてる、食べながら見てるね。そうかそうか、焼肉弁当いいな、最近焼肉食べたい気分なんだよね。焼肉も食べたいし、え、なんかね、美味しいもの食べたい。お刺身いいね、言わないでお腹空くから、それな。お腹空いた。あ、さんま御殿見たよって、ありがとうございます。そっか、それ以来、まあオリエントの配信があってそれだもんね。そう、やりましたね、放送されましたね。あんま喋れなかったんです、でも頑張った、頑張った、頑張ったつもりです。つもりじゃ良くないんだけど、そう、はぁーって思って、みんなめっちゃ喋るって思いながら、あー頑張んなきゃって思ってた。喋ってた、あーよかった。なんで自己紹介なまってたのって、え、なんかあれ24です、なんて言ったんだっけ、24です、24ですか、24ですっていつも言っちゃう、なんでだろうね、それもう私の癖だ。クララが立ったみたいだったよって、そうそう、いや、でもみんな、皆さんすごいなって思いました。そう、でも楽しかったです。あーすごいな、面白いなって思ったし、あーもっと頑張ろうって思った。足痛いな、やっぱり。あとは、何の話だ。はあ、体が痛い。
今何時？あ、15分経過しました。じゃああと5分くらいだね。疲れてるかな。うん、なんか元気なんだけどね。からやっぱ体が追いつかなくなってんのかな。動かなければ元気なんだけどな。そうそう。バトフェスショールーム、あ、今日やる、今日だっけ、やるって言ってた。作法ともぎもぎがやるって言ってたな。そう、やってるよって。あ、今やってんの。そうなんだ、いいね、バトフェスショールーム。今日はナチュラルメイクですかって、そういう風に見える。あ、まあ口がね、今ちょっと色があるだからか。映画の上撮影エピソード、あ、そう、映画撮影終わりました。まあどうなってるかなって感じですけど、エピソード？なんだろう、まあ話せることがそんなにそもそもないからな、難しいけど、強いて言えば、なんかいろんな問題がありました。音問題がすごい多くて、電車が通る音、船が通る音、観光客の人たちが通る音とか、なんかそういう、あとはなんか5時のなんかあの放送みたいなやつとか、なんかね、あの結構その真剣なシーンとか静かな感じのシーンとかの時に音がすごい入っちゃって、なんか、あ、今ダメですねみたいな感じになって、早くなんかすごい押しちゃってみたいな時はありました。なんかあのその場所で撮る時に、あの、なんて言うんだろう、あとバスね、車の、そう、広島だった時はさ、あの観光スポットだからさ、あの辺すごい、でしかもなんかねすごかったのよ、その時日曜だったのかな、土日かなんかで、それで歩いてる時になんか、あ、電車通ったからもうちょっと待っててくださいって言ったら、車、あの観光バスがブワーって来て、でなんか、あ、今、あ、ちょっと待ってください、バス通りまってバーって来たら、今度バスから降りてきた修学旅行生の子たちがわーって来て、そしたら、ね、やっぱりさ、学校だからさ1台じゃないわけよ、1台行ったら2台3台4台くらい来るのよ、あの同じようなバスがね。でそれでわーって来て、そのまま同じくらいの人数のね中高生がね、ブワーってゾロゾロ降りてきて、あの反対側の道路を通るわけよ。その時なんか、いや、カメラとかさ持ってるからさ、え、何何何の撮影みたいな、え、すごいみたいな、なんかめっちゃなんか、あのなるわけですよ、何だろうあれみたいな感じになった時に、あ、今撮れないですねってなって大変だったっていうお話で、もう電車もいない、バスもみんな行った、もう今だって言って、今なら行けるって言ってわって撮ってみたいな時もありました。大変そんなことがありましたよ。そう、タイミングって大事なんだなって思った。はい、呼ばれた、ご飯だな。あ、STU の話はしたよね。そう、あ、ご飯でき、そう、ご飯できた、ご飯できたから行こうかな、じゃあ私も。ちょっと待って。くまくま、あ、ヒデアと友をし続けたいさん。あー、くまたまありがとうございます。わ。そうそう、そんな感じです。またそのうちやりますね。顔薄いね、なんかやっぱり
だからショールームって薄く見えるんだよな、なんか。まあそんな感じで、じゃあランキングをお呼びします。いきます。お立ち台の皆さん、13位葵さん、12位トム本当に大好きアットムとトムさん、カムサムギだ。11位エツさん、10位シロクマさん、9位パピさん、8位サヤさん、7位グータラメタボさん、6位トナカイサンタさん、5位ノムノムさん、4位スーミン大使、推しが配信してくれないでござるさん、ってことは私が推しじゃないんだな。3位ヤングムトとも明日も会いたいですさん、あーカムサムギだ。2位、ヒデアットともをし続けたいさん、1位もちもちださん、あーありがとうございました。はい、ありがとうございました。見てくださって、あとセタンのねアルバムもありがとうございました。そんな感じで、じゃあ夜ご飯食べていきたいと思います。皆さんもお疲れ様でした。じゃあゆっくり休んでください。またね。